一号機関車150型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院に所属した、蒸気機関車である。1872年、日本で、最初の鉄道開業に際して、イギリスから輸入された、蒸気機関車5形式重量中の1形式で、1両のみが、輸入された。一号機関車と呼ばれている。1871年、バルカンファウンドリー社製である。 国の重要文化財に指定されている。道輪直径は 1295mm 車軸、配置は2から4から0で2機等端式の飽和式タンク式蒸気機関車である。弁装置は当時多かったスチーブンソン式、安全弁はサルター式となっている。長年にわたる使用期間中、随所に改造が加えられており、製造時の形態からは相当な変化が生じている。 当初かなりオープンな構造だった。運転台には外服が整備され、ボイラー位置も 209mm 高くされた。運転台直前にあった蒸気ドームは、ボイラー中央部に移設され、元のドーム位置には、汽笛が設けられている。この改造は、1884年7月から翌年6月に、かけ、神戸工場で実施されている。工日の神戸地区への転用は、 この改造を見越してのものであったと思われる。同時に発注された重量のうち、最も早く日本に到着した本機は1と不満され、1872年10月14日の横浜新橋間鉄道開業後は、客下問わずに使用された。しかし、使用成績は思わしくなく、現場ではその改善に不信したようである。 1872年8月から1885年6月までの走行距離は10万4641マイルで2から9の半分弱、最も使用成績の良くなかったとされる10の2倍程度であったという。横浜新橋間で約8年間使用された後、1880年11月には東海道線神戸地区へ転用された。 1885年には前述の大改造後、半田に送られ、中仙道幹線の建設資材輸送用に使用された。1905年には大阪地区で入れ替え専用になっているのが確認されている。本機の番号は、1907年の鉄道作業局の終わりまでは一貫して1であり、1894年の分類では、E 型。 1898年の鉄道作業局の分類では A1 型となった。1906年の鉄道国有法施行を受けて1909年に実施された鉄道員の車両称号規定では150型と定められた。本機は1911年4月1日付で島原鉄道の開業用に譲渡され、同社の一となって客下権員に用いられた。 同社では、正面の煙室とに、アメリカ製機関車のようなクランプ金具が取り付けられ、蒸気ドーム多いは、円筒形の不細工なものに交換された。ドームと機的の間には同じく鉄道員から、払い下げを受けた、元九州鉄道のクラウス製蒸気機関車から、流用されたと思われる、ドイツ風の砂箱が設置され、オリジナルでは、側水槽の前方と踏み段の裏側にあった角形の、 砂箱は撤去されている。昭和の初め頃、元鉄道記者の青木円樹さんが貴重な1号機関車として、当時の鉄道省への返還、保存のための運動を始めた。そのかやって、1930年、600系656号機との交換で、鉄道省に戻ることになった。島原鉄道では、まだ十分に活用できると考えていたために、 このような交換となったのである。同年7月3日、本機は、佐早駅で盛大な積別式を行い、総国宝1号機関車と書かれた上りを飾って、鉄道省に引き渡された。その際、創業者で時の社長、植木玄太郎は、創業期に功績のあった機関車への感謝の念を込め、積別館無料と自筆記号したプレートをあつらえて、川水槽に装着させた。 このプレートは現在でも本機に装着されている。150形状機関車国鉄返還後、大宮工場で整備され、工場内にあった鉄道産工品陳列所で仮展示されていたが、1936年に東京万世橋の交通博物館に移され、同館で生態保存された。一時期、五0型から取り外した蒸気ドーム大井、e、をつけていたこともあったが、 現在は外されている。また、島原鉄道時代に取り付けられた砂箱なども取り外され、原型に服している。図色についても修造当初は黒色であったが、1971年からは、鉄道創業期を想定した緑地に黄色のライニングを施した図色となり、1984年になって再び黒色とされている。交通博物館閉館後は、 2007年10月14日、埼玉市大宮区に開館した鉄道博物館に展示されている。現在の塗装については、明治30年頃の姿を再現したと説明板に記載がある。本機は1958年に第一回の鉄道記念物に指定され、1997年4月18日に国の重要文化財に指定されている。また、絵本、 機関車や絵門は、この機関車をモチーフにした物語である。当時進行していた古典車両整備の一環として、交通博物館が調査依頼したイギリス国鉄の回答資料による。資料では、ライニングは金箔とあったが、予算の都合により、黄色の塗料で代用された。車番の1の切り抜き文字や煙室とのハンドルはこの時に取り付けられた。 ありがとうございます。